おはようございます。おはようございます。ミステリーという勿れ2話3話感想動画でございます。はい。いや、バスジャック、はい、まさかのガロがエイタっていうね。あれはもう全然あの予想外にしてなかったそこまでからくりあんだと思って、うん、まあね、ガロの妹がアンジュちゃんが死んじゃって、それをの犯人を探そうみたいな話だったんだよね、結局ね。はい、そうですね。犬堂一家が、はい、でそのバスジャックにトトノウが巻き込まれるっていう、はい、終点まで乗ってたお客さんをもう一回乗せて館に連れてって犯人をあぶり出そうっていうね、うん、で館に行ってさ、犬堂家の過去の悪事を一人ずつ言わされるのよ、はい、今までの人生で一番した悪いことみたいなさ、で一人ずつ言っていくんだけどさ、うん、みんなトトノウにカウンセリングされるっていうさそうそうそう心揺さぶられ、すげえんだよ、涙しねえ、でも見事に一人一人だったからね。もう途中からね、あのトトノウがね、トトノウに見えなくて、うん、あの寂聴さんに見えてくるんだよね、あれねあ、まあね、説法だよね、あれはね、完全に。まあ確かにね、うん、あのいい大人たちが5、6人さ、犯人候補の一人ずつ人生で今までした悪いことみたいに言ってくんだけど、はいはい、あんまりみんな悪いことしてないっていうね、それほど駄菓子屋で、まあ、駄菓子屋でお菓子盗んじゃったとかなんかそういうちょっと本当にそれが人生の最大かっていう、最初のいじめられっ子のやつは駄菓子盗んだみたいなさ、はいはいはい、まあ、後の財布盗んだにかかってくるんだけど、その盗み癖みたいなのは、でも本当それって思っちゃうよね、一瞬。いやいや、そりゃそうよ、もっとみんなやってるはずだから。じゃあちょっとここで俺らも言おうか今までの人生で最大の犯した悪いこと。なるほどなるほど。まあでもとてもね、動画に載せれるようなことじゃないから言えないけど何をしたんだよ俺らのは何をしてきたんだよ逆に怖えよお前。それこそ警察本当に動いちゃうかもしれない本当その辺のね、どれを言っていいのかダメなのかのさじ加減が未だにわからないからネット上はねなんかね、ここでノリで言ったやつで本当にダメだったら嫌だから、そうだねなんかあるだって、え、あれかな、小さい頃のお母さんの皿洗い手伝わなかったこと。いや、可愛いなお前全然悪くねえよそれが最大かな。いやいや、人生でなんで皿洗い手伝わなかった財布から取れ財布から1万を抜けいやでもさ、うん、そのみんながさ、その言ったじゃん、さっき説法みたいな、はいはい、説法みたいなのを整君がやっていくんだけど、やっぱ名言出ましたね、ここでも、うん、第1話ではさ、その真実は人の数だけあるみたいなやつがやっぱ心に残りましたけど、はい、俺がやっぱこの2話3話の中で一番俺が気に入った名言は、うん、タバコ盛りの隠してしまえば全部 OK です。いや、そこじゃねえだろお前、どう考えてもどっち側だよお前あれは響いたね。ゴミとか捨てなくても自分の視界からなくなれば OK っていう、あの、OK、チキン食った骨も皿の下にこう視界から見えなくなればもう OK。 いや OK じゃないのよ完全にもうサイコパスですから、子供の心を忘れないっていうさ、違う、そういう素晴らしさ、いい話じゃないのあれ、同心がどうとか子供の心を忘れないとかそういうことじゃない、冗談じゃないですか、怖いよ言い方が。目くじら立てて怒らなくてもそんな怒ってるわけじゃないからボケなのに分かってるよ。あー怖いな、噛み合ってないの怖いなマジで。やっぱりでも今回はネットニュースとかにもなってたん、チラッと見かけたんだけど、いじめに対する考え方、あーそこですよね、整うの、ね、うんうん、あれはちょっとなるほどなと思ったっていうか、そうだなと思ったのよ。うん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 、なんだっけな、こんなこと言ってたんだよ整うけど、ね、はい、どうしていじめられてる方が逃げなきゃならないのでしょう、恥ずかしくて問題があるのは加害者の方なのに。ちょっと待って、ごめん、ごめんごめん、ちょっと入っちゃった、ごめん、あのさ、入っちゃった役に寄せんなや、え、寄せんなよそっちに。似てた？いや似てはないよ、似てないよ似てないけど似てたでしょ。あのそっちがどうしていじめられてる方が
逃げなきゃならないのでしょう。ちょっと待ってくれ、そっちが気になって言葉が入ってこねえよ。そういう考え方の世の中になればいいのにな。もうすごいイライラする。それ三つおっていうね。三つおかよお前。間の方かよお前。いやでもこれよやっぱり、はい、いじめ問題ってまあね長らく深刻ですけど、そのいじめられてる方がなんかこう逃げたりさ、うん、追い込まれたりするじゃないですか、はい、だけど本来問題があるのはその加害者の方じゃないかっていうことよ、うんうん、そうね、そうだよね、本当にそうだと思った。そのメンタルケアしなきゃいけないの加害者の方だなと思うんだけど、だから今までね、こう世の中でそういう問題ずっと続いてきたけどさ、いろんな対策してきたけど、やっぱりどっかこう、なんかもやっとするっていうかさ、うんうん、何にも解決してなかったじゃない。うんうん、だけど、このね、セリフを聞いて腑に落ちたというか。いや、本当に本当に、そのいじめられてる方が、まあ、心は傷ついて、うん、まあ、それをみんながさ、ケアするっていうのもあるけど、やっぱそのいじめてる方のやつに、うん、いや、お前やばいよって言う世の中でもいいなって思ったけどね、俺は。言っていこうかな、おいマジやばいよって。だこれがちゃんと広がればいいんだよね、こういう、ね、そう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 、認識がね。だからそのいじめてるやつを学校でもクラス全員でおめえやべえよって言ってやればいいんだよ。そいつをいじめてやればいいんだよ。いやダメだよ。お前結局いじめちゃってじゃん。え、ちょっと分かんない分かんない分かんなくなってきた。えどういうこと、そういうことじゃないの。サイコパスだなお前も。だからいじめをいじめで制圧するんじゃないの、どういうこと。なんで毒を持って毒で制圧するんだよ。違う違う、注意、みんなで諭す。あーそっかそっか、そう。難しいの。いやでもそれはちょっとね、そういう考え方いいなと思っちゃったね。うん、あのタバコ森の役の役者さんのサイコパス演技が素晴らしかったなっていうのがあったね、あの淡々としてね、ちょっと笑顔でさも当たり前のような感じで、そう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 、なんだろう、見た目ちょっとこう金ちゃんの劣化版みたいな人みたいな。萩本欽一さんを何発か殴った。殴んだ、殴んじゃねえよ大御所。いやでもすごい俳優さんですよ。いや本当本当に海外にも出てますし。あ、そうなんだ。あの今じゃないですけどね、もちろんタイガーとかも出てましたし、あとガロ、漫画だと人気ありそうなさ、はい、影のあるクールなイケメンみたいな。はいはいはい。だって後にもこれ出てくるんでしょ、あの感じ。そうですね、最初さ、あのライバル関係になるみたいな感じだったけど、うん、仲良くなっちゃうんですもんね。バスジャック編でなんか捕まって終わりみたいな感じじゃないよね、うん、なんか妹さんの死を追求していく感じで、その話でずっと続くのかと思ったら、なんか次爆弾魔のなんか話じゃない。そうですね。まあでもあっちはあっちでまた続くんだろうね、漂流郵便局だからね、アンジュの。そうそうそう、あれさ、あの後さ、なんかそのガロたちがタバコ森の手切っちゃって、うん、はい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 、整うに送りつけて、なんか指名手配じゃないけどなんか警察が探してるみたいになって、うん、でなんかクルーザーで逃げてさ、見つかっちまうよ、でもハガキ見に行こうみたいになってさ、その香川県だかどっか行くのよ。はいはいはい。で香川県に降り立ってさ、警察に見つかっちゃいけない3人がさ、うん、めっちゃ目立つ感じで歩いてるの笑ったけど。いやいや、まあいや目立ちすぎだよって。ど田舎だから、もうちょっとこそこそ行けって思ったけど。いやまだまだあそこまで。そうなのかな。めちゃくちゃ目立ってたで、あの3人。他の県だから。絵になる3人だったね。でまああのハガキ見て、白石麻衣が字が下手っていうことが発覚しましたけど。いやいや、役ね、役柄、役柄。役柄本当じゃないから、本人だって分からすためにってこと。いやあれじゃない、アンジュ字下手だから絶対本物だよみたいなのあったけど、セリフ、ただその、うんうん、アンジュ自体の役柄でもあるんだよね、うん、ああなるほどね、うん、ちょっと奔放で甘やかされてみたいな。はい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 、うん、でそこで、まあ、遺書みたいな感じになってたけど、画廊的にはこんなことをアンジュが書くやつじゃないみたいな、うん、でだからなんで本当にバスに乗ったんだ、そしてこのジュートって誰だみたいなさ。はいはいはい。ジュートってよ今度。まあまあそれを探しに行くわけですよね、そのガロの次はジュート。うん、
なんで必ず最初カタカナで出てくるの？なんで？こいつも銃ともどうせ漢字あるんじゃないの？あのガロだったら我が道を行くみたいなやつあったじゃん。ああはいはいはい、はい、ガロってどういう漢字なの？みたいな、はいはい、整君が聞いて我が道を行くちょっとかっこいいなと犬とガロ犬と受かるみたいなさそんな何年2回も言ってねえよおいわざわざ黒バックになって犬と受かるまあ重要なね重要な役っていうところもあるから銃とってどう書くと思う感じこれね柔らですね柔ら一文字柔らに登る柔らに登るだっせいやいや極めんのよだから強いんだよね多分ね柔道やってるってこと柔道やってるいやいやそのまんまいや逆に何よそんなあ逆にいやだからあれじゃない人殺しって書いて柔道って読ませんだよ読まねえよお前それで暗示を殺してたいやいやいやそんな当てじゃないだろお前だから黒バックになって画面が人殺し、うん、いやいや怖えよそんな名前ないだろでこれ多分俺らはほらね原作読んでないから分かんないけど出てくるわけでしょ後に多分まあそうですねその獣人が誰なんだっていうところとなぜ獣人にお願いしたのかどういう関係そうだよねそしてなぜアンジュはバスに乗ったのかっていうところあいいね予告っぽく喋るね予告のナレーションみたいだったねあのテロップみたいな感じでナレーション当ててたけどなぜアンジュはバスに乗ったのかそしてジュートとは何者なのか次回みたいないや普通に言ってただけなんだけどああ普通に言ってた普通にさらっとさらっとできちゃうところがやっぱいいよねうるせえないやでもこの1話で激ハマりして2話3話と来てますけどやっぱおもろいねいや面白いですよコメント欄でもさあの原作読んでくださいよってあそういただいてたじゃないですかいや俺読みたいんだけどもう原作いやそういや俺もよ今我慢してる状態なのよなんでなんで読んだ方が良くないもんこれドラマはドラマの楽しみがあるじゃんまあそうだけど原作知ってていやそこそういう風に表現した、うん、みたいなこと言いたいじゃんあここカットしたみたいなこと言いたくないマウント取りたくないいや取りたくない嫌な読み方すんだよお前原作マウント取りたいじゃんいやいやいや嫌な楽しみ方だなそれおい。いや獣人役えなりかずきかよとか言いたいいや絶対ないわ絶対ないわだからそういう風に言いたいじゃん絶対ないわって言いたいじゃんだって今のところだってドハマりしてるわけでしょまあね面白いよやっぱうんあのそのキャスト的にもキャストもそうだしその話のなんていうのつなぎ方もおもろい最初の前半で解決して後半は次回の気になるとこまで見せちゃうみたいなはいはいはいなくないなかなかそういうのってまあね珍しいつなぎ方だよねうんでじゃあ何ドラマ終わったら読むもちろんもちろん買って読んじゃうもちろん俺はブックオフで立ち読みしようかな。いや、買えよ。買えよ、お前。いや、いいよ、別にいいけど、だとしても別にここで宣言すんなよ。いや、嘘はつきたくないからさ。嘘でも買うって言っとけよ。お前、何よ、堂々と、お前。ちょっとじゃあまあ2話3話の感想はこんな感じですかねそうですねあの一緒にドラマ楽しんでる方もそうですし原作知ってる方のねコメントもねちょっといただきたいそうね4話以降のやっぱ名言も心に刺さるもの必ずあると思うからそれについての我々の見解もね言っていきましょうよはいじゃあとりあえず今回の動画は以上でございますありがとうございましたありがとうございました